はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。あれですね、昨日日本もですね、出生率というのを合計特殊出生率というのをですね発表しまして、 1.26 で、過去最低に並んだということでございます。女性は子供を産まないわけですね。女性は子供を産まないから女性のせいやという人言うたらあかんな、それはちゃうん、全然ちゃうんですよ。社会がそうなってきたわけでございましてですね、結婚する人は少なくなったというのとですね、その子供を育てるのが昔より大変で、僕ら昭和の、僕のどうでしょうね、親の世代ぐらいまで、例えば団塊のちょい前ぐらいの世代、まではですね、そのあれですね、まあ産んだらなんとかなるやんというそういうノリがあったような気がします。だから僕らの時、僕なんかがですね、日本全体が貧しかった頃の記憶はかすかにあるという、貧乏人で当たり前みたいなですね、そんな記憶がかすかにあるんですけど、最近その貧乏というものはですね、お金がない貧困というのを言われてますけど、許されない国になってきましたね。つまり貧乏人はこんなもんであかんねんみたいな、そんな感じになってきましたね。だからどうでしょうね、若い人は結婚もしないしですね、子供ももう当然作らないということなんですけども、まあ、なんと言いますかね、これをこう改善するにはですね、いろいろなですね、手が尽くされてまして、どうでしょうね、成功例がいろいろあるんですけど、まずフランスという国はですね、結婚制度をですね、他の国と違って準結婚みたいなのを認めたわけですね。よう分からんですけど、私も何が違うんやろうと思うんですけど、財産相続権がないんですかね、なんか準結婚というのを認めたわけですね。それによって多少改善しました。でドイツはですね、こうバキバキにですね、その福祉を充実させたわけですね。つまり子育てにあんまりお金かからへんでと、政府はいっぱいお金出すでと、あるいは休暇制度も充実させんでというふうなことをして、ちょっとだけ上向いています。で、顕著な成功例は何かと言いますと、伊藤忠です。伊藤忠の、青山に本社があるんですけど、伊藤忠商事ですか？青山の本社の中の女性に限っては、ですね、合計特殊出生率が 1.89 やったかな。なったわけですよ。何をしたかと言いますと、子育てをしやすいようにしたわけですね。建物内に託児所みたいなのを作ってですね、で、あとは出勤制度をですね、子育てをしながらでも出勤しやすい制度を作ったらしいですよ。まあだから顕著な例で言えばですね、まあフランスよりもですね、ドイツよりもですね、伊藤忠のやり方が正しいんちゃうかと思うんですけど、でですね、この出生率が世界で一番低い国というのはですね、他ならぬ我らがお隣さんなわけですね。著存オンラインにこんな記事が載ってまして、これは今日ですか、3日11時45分、ついさっきですね、20本の前の記事ですね。出生率は世界最低なのに、海外養子縁組は世界3位の韓国、65年間で17万人、半数はホルト児童福祉会からって、まあ、記事あるんですけど、記事だら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 書いてあってですね、ちょっと言う、だれますんで読みません。で、まずお隣さんの出生率は 0.78 かな。日本が 1.26 です。これが世界最低です。主だった国の中で世界最低なんですね。では、お隣さんの女性はなんで産まないのかと言いますと、やっぱり日本と似てるところもあれば、微妙に違うところなんです。まず結婚しない。似てるところは結婚しないということですね。あと、要は旦那、嫁をもらう旦那側の方にするとですね、準備ができない、つまり、収入が足りないという現状があります。あとやっぱしね、我々から見てるとあまりわからないんですけども、僕韓流もホームドラマなのか見ませんからよくわかりませんが、女性の地位が低いんですね。特に家庭内における女性の地位が低すぎなんですよ。
で具体的にはですね、 DV 率が8割超えてると言われてます。正確な統計ないですよ。だから家庭内に入った嫁は殴られて当たり前っていう、ね、嫌でしょそんな普通の女性まあ日本でも DV ありますけど、日本の DV は特殊な例というふうになんて言いますかね、捉えられてます。まあ言うてね、1割や2割ありそうな気がしますけどね。でも8割ということはないんですね。1割ないかな、日本、今の日本は。どちらかというと嫁はり殴られてる旦那の方が多そうな気もしますけど、まあそれがまず嫌やと、家庭に入るのが嫌やということですね。あと結婚するのも面倒くさいということですね。そうなるとやっぱり一番経済的なものプラス、そういったですね、女性に対する保護が至っていないというのは一番の原因ではないかなと思いますね。やっぱりね、昔はその殴られてもう 嫁になって長男産むんやというのはですね、お父さんの女性の価値観だったんですけども、今は全然な、嫌やんという、やっぱりちょっとだんだんそれは現代的になってきてるわけですね。ほんで一人の方が楽でええやんと。日本もう僕の親ぐらいまではですね、嫁はんは旦那に使えるもんという、こう価値観がありましたけど、もう今ほぼなくなりましたもんねそんなもんどっちかというとですね、家帰って嫁はんにいじめられてる旦那の方が多いな、男側から見るとね、多いような気しますけどね。まあそれはいいんですけど、で、なんで海外養子が縁組が多いのかと言いますと、これはですね、あの国独特の事情でございまして、婚外子というものに対する差別がひどすぎるんですよ。つまりですね、結婚して子供産んで離婚したらまだマシなんですけど、結婚せずに子供を産んでしまったということになるとですね、その子はですね、まあ、いわゆる昔や私生児なんですけど、今の日本そんな当たり前でしょそんな全然当たり前なんですけど、だからその婚外子に対する差別感というものをですね、基本的には日本では表に出ないわけですね。結婚するときに親が反対する可能性が高いというのはあるかもわかりませんけど、基本的に本人ですからね、今ね。で今そんなんいっぱいありますよ、日本では。ただ向こうでは恐ろしい差別があるみたいなんですね。だから婚外子は育ての家から養子に、海外に養子に出すということですね。であとですね、恐ろしく外国人差別が激しいんですよ。まあ、日本もですね、嫁はんが東南アジア系とかいますよね、中国系の嫁はんもいますしね。まあでも基本的にああそうなんとかいう感じでしょ、日本は。でもそれはもう何と言いますかね、激しすぎるわけですね。特に人種が違ったりするとですね、だからそういう子は隣で育つと不幸っていうか、いじめに遭うから出してしまうということで、海外への養子はですね、世界3位というふうに、まあランキングするの好きですからね、お隣さんになってるという特殊事情があります。まあね、いろんな面で日本と違うんですけど、なんていうか、やっぱりまだいろんな面でね、精神的にですね、なんていうか近代化していないというところが一番大きいんではないかなと思いますね。精神的に近代化する過程の歴史がなかったんですね。お隣さんには封建制がなかったんです。封建制というのはね、まあ、いろいろ悪い面もあるんですけど、いい面はね、個人のね、こう、活力を養う面があるんですよ。ある意味。で、お隣さん、封建制なくしてですね、のないまま近代化した世界の中に、こう、わっと現れてきて、どうしようもないんで、日本が併合して、36年間統治したんですけど、その後もですね、やっぱり36年間では足りなかったんでしょうね。また元に戻ってしまいました。だから、日本が併合する前の価値観に戻って、今に生きているという状態にあります。だからもう地域感情なんかむちゃくちゃ根強いですし、その家庭内の女性の地位なんてむちゃくちゃ低いままなんですね。で、そこにアメリカ式のですね、民主主義と自由主義が入ってきたんですけど、それがこう、うまく適応されていないという、だから法律に対する精神もですね、法律の方がですね、感情に優先するという、そんなごくごく当たり前のことがですね、こう見られないわけですね。もう感情優先なわけです。
だからですね、前科30班とかいう人がその辺歩いてるわけです。国会議員のうちのですね、300人のうち100人は日本でいうところの前がある人ですね。そういうことがですね、こう出現してるですね、まあ、ちょっとだからいびつな構造なんでしょうね。だから人間にしてみたらね、大人になりきれていないって、人間でも時々いるでしょ、まあ、名誉さんなんですけど、中身子供みたいな、こう自己主張してるみたいな、時々いるでしょ。それあれなんですよ、実は大人なんて。それ国ごとそれやからね、ものすごい付き合いにくいんですよ。はい、ということで、一応読んでませんけど、このね、著存ラインの記事のページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。